皆さんこんにちは、ゾンさんです。今回ですけども、TikTok を撮影しに来てるんですけど、その TikTok の撮影の裏側というところでカメラを回して、普段ですね、僕がどういう風に撮影をしているのかっていうところをお見せできればなと思ってますんで、早速ね、撮っていきたいと思います。今回はスマホで撮影していくんですけど、このフラフープにね、貼って撮影して、どういう絵が撮れるかっていうのを試していきたいと思います。じゃ早速ね、スマホの方をね、ガムテープ使って貼っていきたいと思います。今ちょうど本編みたいなところを撮影したんですけど、今からね、裏側の方を撮っていきたいと思います。裏側の撮影の、だから裏側をお見せしていく感じですね。なんで今から裏側の方を撮っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。なんで裏側なんで、もう一回貼るところからですね、貼っていきたいと思います。いつもだいたい本編っていうか、表側の方を先に撮って、映像をまず確認して、いい映像が撮れたなと思ったら裏側を撮るという感じです。だいたい分けて撮ってるんで、分けて撮ってます。いやでも久しぶりに運動したんで、体力が落ちまくってるんで逆にいい運動になりますよ。ぜひ皆さんやってみてください。めちゃくちゃしんどい。じゃあ裏側の撮影をね、していきたいと思います。じゃあ裏側お願いします。これも裏側なんで、ちゃんと光が当たるように、光りやすいように。このフラフープ2000円ぐらいですよ。OK OK です。裏側終わりました。じゃあ2つ目は、自転車にスマホをつけて回すんですけど、その上を飛び越えるってだけのやつをしようと思います。だけじゃないな、やつをしようと思います。レックは音量ボタンでいけるので、一応スローで撮ってるんで、これ今録画になりましたね。じゃあ早速ね、切ってみます。よっ。チェックしていきたいと思います。もう無理や。やべ、だいぶ、あ、まだね。終わったー、テーブルが閉まってる。よくありますよ、こういうことは。はい、じゃあ行きましょう。じゃあね、さっきと一緒で裏側をね、撮っていきたいと思います。次は電動ドライバーにスマホをつけて撮っていきたいと思います。もう早速貼ってるんですけど、こんな感じでね、しっかりね、落ちないように固定しながら、ちゃんと中心に貼らないとこう回していくんで、ね、早速ね、撮っていきたいと思います。撮影していきたいと思います。いきます。OK! こんな感じかな。はい、今回はフラフープと自転車と電動ドライバーですね。その3つを使って、3つのアイテムとスマホを使って撮る方法をね、ご紹介しました。で、撮れた映像は TikTok の方に上げてるので、ぜひチェックしてみていただければと思います。で、今回の、裏側っていうのは以上になります。ありがとうございました。